今月16日、愛知県豊田市の部品メーカーの工場で爆発事故が起き、バネを仕入れていたトヨタ自動車では、一部の工場の生産ラインで稼働停止が続いています。しかし、部品が確保できたとして、今朝からトヨタ自動車の高岡工場と、刈谷市にあるトヨタ車体藤松工場の一部のラインなど、合わせて4工場の5つのラインで稼働を再開しました。しかし残る6工場8ラインは今日も終日稼働停止となっています。影響が長引く中、事故があった部品工場では一昨日からバネの生産を再開していて、トヨタ自動車は明日の稼働について今日午後に判断するとしています。